ことである。1916年に建造され、はじめドナウ川に配備されたが、後に中国に移動され、揚子港で活動していた。1937年12月12日早朝、日中戦争の南京攻略戦の際、撤退する国民党軍の戦団の中にいたため、日本軍が中国籍の船と誤認して、砲撃、本館と、 同警官の B に被害を与えた。日本側はイギリスに陳謝した。1937年12月12日早朝、敵の大型戦後遺廃山兵を満載して上流に向かって逃走中、という報を受け、野戦重砲兵第13連隊は、朝霧の中、戦弾を射撃したが、その中に本艦が含まれていた。松井岩根大将の先生口実書によると、 12月11日ごろ中国軍は大将の船舶に乗じてヨースコ港を退却中にして中には偽りに外国国旗を形容する者少なからザリシにより第10軍司令官柳川中将は退却兵を乗せたる船舶はこれを砲撃すべしと命じたる橋本大佐は12日朝農無中ヨースコ港を航行中の数隻を認めこれを砲撃したるに たまたまその中にレディバード号ありいたりとの異なり、レディバードその後地中海に移され、バルディア砲撃やアブステンション作戦などに参加した。1941年5月12日にトブルクで空襲に遭い、ドイツ軍の自87急降下爆撃機の攻撃で損傷して着艇したが、艦の上部は海面から出ていたため、その後も7.6センチメートル砲やポンポン砲が、 対空砲として利用された。ありがとうございます。